ちょっと待って、一つ忘れてない。大谷君どうしたらいい？大谷君はピッチャーで、俺もDHいいじゃんって言ったけど、今はそれ思ったの。あ、大谷はもうDHだから、投げないときは。そうなんです。DH、あれ、サトテルはちょっと控える？サトテルは、その、あれだよね。大谷が投げた時の D もあるでしょ。あ、いや、投げた時は DH 解除して打ってもらわないといけない。そうなんだ。そうだ。逆にあんま関係ないんだ。投げた時はあれって言ったら、ね、その時に DH 他のところで使えるようにシステムに変えてほしいよね。キャッチャーが DH。キャッチャーのところで、ね。キャッチャーが DH。そうそうそう。誰か DH 別で使っていいシステム。ピッチャーで大谷が入った時は DH をキャッチャーにします。キャッチャーでもどこでも好きなポジションが。そうそう。キャッチャーが DH あの俺絶対野球やったくないよね、なんか。そのキャッチャーの DH に入る。なんかそのシステムあったらさ、野球やめるやついっぱいいるだろうね。いや逆じゃない。